気回し線の末端気回し線とは、駅及び車両基地の構内において、機関車を付け替えるための線路である。機関車回し線、気回り線、機関車回り線、基走線、機関車走行線などとも呼ばれる。終着駅に、機関車が牽引する列車が到着した後に折り返し、逆方向に牽引運転をするためには、反対側に、 機関車をつなぎ替える気回しの作業をする必要がある。気回しをするためには、牽引してきた客車や貨車を迂回して、機関車を反対側に移動させる必要がある。このために気回し線は、両端が着発線につながっており、分岐器を通って、機関車が気回し線に入り進行することで、他の車両を迂回することができるようになっている。下の図では、ラン。 ダウンドループと書かれているところが木回し線である。木回し線の構成例を示した図木回し線はプラットフォームに面していない線路であることが多いが、隣の番線を利用して木回しをする場合など、プラットフォームに面している通常の着発線を木回し線の代わりに利用することもある。電車のような動力分散方式を用いた列車を運転する場合、 運転手が反対側の運転台に移動するだけで良いのでき、回し線は必要ではない。また機関車を用いた列車でも、プッシュプル方式のように機関車と反対側に別の機関車あるいは運転台のついた制御客車を配置し、そこから運転手が機関車を制御して運転する場合には、着回しをする必要がない。このことから、地下鉄や路面電車のように機関車方式の列車の 運転を最初から想定していないような路線には、着回し線は設置されない。また、上野駅を発着する、寝台列車のように、推進運転で、車両基地との移動をする場合や、スイスの中立ヒ中央駅のように、到着した機関車、牽引列車の反対側に、入れ替え用の機関車をつないで本線を牽引してきた、機関車ごと引っ張って、車両基地へ回送していく場合など、 木回しをせずにプッシュプルではない機関車方式の列車を運転していることもある。線路に余裕がなく木回しができない中で、東京駅から東海道本線に多数の寝台列車が設定されていた時代は、その次の寝台列車を牽引する予定の機関車が、車両基地から東京駅まで回送列車を牽引してきて上の方に切り離され、その列車が出発した後に同じ線路を通って、 ホームを通過し、神戸方の短い引き上げ線に、機関車が引き上げ、本来牽引すべき列車が改装されてきたら、神戸方に連結する、という手順を繰り返していた。日本国内においては、客車列車の消滅に伴い着回し線が撤去、されている例が出ている。また、残存しているものも対比線や留置線と同様の、用途に用いられているのがほとんどである。ありがとうございます。